皆さんこんにちは、アナです。今日もですね、見てください、ダダーンと使い切りコスメがたくさん溜まったので、今日も使い切ったものを紹介していきたいと思います。で、いつものことながら今回も長くなりそうなので、 BGM 代わりに見ていただければと思います。それでは早速いってみましょう。まずはじめの、使い切りはこちら、サンタマルシェホットクレンジングというジェル状のクレンジングです。で、これはね、プラザで買いました。で、こう、ホットクレンジングというだけで、酸素かなと当たると、こう、暖かくなって、ポカポカするクレンジングなので、暖かさを利用して毛穴の奥のこの汚れをね、出す、力があります。で、あとなんだっけ、美容成分が 92.3% 入っていたり、無添加のものが入っていたりだと、ちょっと肌に結構いいものになります。ただね、ジェル自体がすごく固めのジェルなので、こう伸ばす時にすごく摩擦が気になるなって思ったクレンジングです。お手頃だし、結構ね、お肌にも優しそうだからいいなと思ったんですけれども、それとあとプラスね、あんまりね、そこまで落ちは良くない。もっとジェルってすっきり落とせるイメージがあるんですけれども、ジェルにしては洗浄力はないなと思うので、再購入はないと思います。次、これね、フランス語読めないからわかんないの。飲みの絵わかん、誰か読んで。マイリトルボックスからいただいた、フォームタイプのフェイスウォッシュになります。なんだろう。まずね、香りが、オーガニックだからかもしれないけど、すごくあまり良くない。私結構香りほんと寛大な人なんですけど、あんまりなんか、すごくいい香りではない感じがするのと、あとやなんか洗った感じがしない。もっと私はすっきりしたいので、顔には優しいと思うんですけど、肌には私あんまり好きじゃなかったです。どこで買えるかもわからないので、最高にありません。次はね、キールズのクリーミートリートメントウィズアボカドという、見えるか、よし見えた、アボカドのアイクリームです。日本でこのサイズで売ってるのかわからないんですけども、私はね、どっかの飛行機で買ったので、いつももっと店頭で見るのはもうちょっとちっちゃい感じがします。私の記憶違いだったらごめんなさい。アボカドが入っていて、すごく目元を保湿してくれて、ふっくらさせてくれるアイクリームです。クリーム自体結構こってりめで、あまり伸びが良くないので、ちょっと伸ばし方にテクがいるんですけれども、それをちゃんと守ってやればすごくいいアイクリームです。またね、気が向いたら購入したいと思います。次、大好きなクリニックのデオドラントで、これはもうね、私が社会人になってすぐからずっと使い始めてるので、結構何本も使ってます。大好きな、デオドラントです。本当にね、真夏これがあれば無敵なぐらいです。で、1本ストックしてあるので、今はね、別の使ってるんですけど、冬はちょっとオーガニック系のを使ってるんですけど、また夏になったら使いたいと思います。次はラッシュがいっぱいあるよ。まずはね、クランベリーというパック、クランベリーというだけで超真っピンクのパックです。私がよくスナップチャットに載せてるので見たことある方もいると思います。古い角質を除去してくれるクランベリーと、生き生きとしたお肌に導くアルガンオイルでお肌をドレスアップ、お顔だったおドレスアップって書いてあります。使い心地は、ラッシュだと人魚姫にすごく似ています。水分をガーッと入れてくれて、保湿してくれる、タイプのパックプラスクランベリーの皮かなんかが入ってたのかな、で軽くこう角質除去できるパックで、私はすごく好きでした。多分また買うと思います。で、そのクランベリーの前に使ってたのが Don't Look At Me という、これはね、また正反対で真っ青なパックになります。いつもこれやってクランベリーを使ってたんですけども、これはムルムルバター入っていたり、あとはね、ちょっとレモンっぽかった気がする。なんかね、すごく爽やかな感じで、本当にね、お掃除パックって言われてるだけあって、お肌をつるんと綺麗に見せてくれるパックで、これも大好きでした。なのでまたね、これの、コンボで買いに行きたいと思います。次、フェイス&ボディマスクカップオブブラックという、コーヒーの香りのスクラブ。もう一杯コーヒーを飲もう。このスクラブでお肌を目覚めさせ、滑らかに柔らかくしちゃいましょう。コーヒーの、この何
豆が砕いて多分入ってあるのか、すごいジャリジャリしたスクラブです。結構スクラブのだから粒子は大きいので、私は顔につけるのはちょっと躊躇します。よくこう、ね、肘とか膝とか、あとお尻のこの下とかに使ってたんですけれども、まあコーヒーのいい香りはします。ただすごくいいわけではない。先ほども言ったようにスクラブが結構ザラザラしてちょっと痛いっていうのと、そこまで劇的にお肌がもっちりしたとかすごく綺麗になった感はないので、別にこれはまた買う必要ないかなと思います。次、ボディコンディショナーのクリスティングル、これは冬多分限定って言ってた気がするのボディコンディショナーです。ボディコンディショナーって何かというと、ヘアのコンディショナーと同じで、こう顔じゃない体を保湿させるもので、洗い流すタイプのものなんですけれども、ボディーソープの後に使います。で、これはミントの香りがすごくして、なんだろう、ミントってもうちょっと夏のイメージがあったんですけど、そう、冬の限定品でミントの香りです。ですごくスッキリします。で、ミントなので使った後ちょっと清涼感はあるんですけど、ちょっと不思議なのが、ちょっと置くと体がポカポカすごいしてくるんですよ。なので、お風呂上がりとかこうスキンケアしてる時って大体体冷えやすくなるんですけれども、逆に暖かくなるのですごく良かったのと、保湿力がすんごい高い、お肌が本当にしっとりもっちりするので、これはね買って良かったなと思います。またこれは買いに行きたいと思います。そしてラッシュ最後がこちら、シャワージェルのヤミヤミ、これもね限定品だったと思う。紫のねカラーで、中にちょっとラメが入ってたかな。で、すごく、なんだろう、なんかついちゃったなんだろう、ん、甘いキャンディーにちょっとフローラル系、なんか説明しにくいんだけど、ラッシュっぽい香りって言ったらわかる、そんな感じがします。でね、洗い替えがすごくつるっとして良かった気がするんですけど、まあ買えないので、まあ買うことはないと思いますが、そんな感じのボディーソープでした。次もボディーソープいこうか。トマトのね、オーガニックビューティーソープです。真っ赤っかなオーガニックのトマトの石鹸なんですけれども、これはフィリピンでいただいたもので、すごくお肌がつるんとしました。本当に私やっぱこれぐらいのつるんって洗い上がる感じすごい好きだなと思ったんですけれども、で、オーガニックだし、これはまた買いたいなと思います。香りもね、トマトっぽくないんだよ。青臭くなくて、むしろすごい石鹸のいい香りがしました。次は、セイヤーズのローズペタルウィッチヘーゼル。これに関してはね、ブログ記事書いてあるので、下にリンク載せと置きます。まあ、大容量でジャブジャブ使えるやつで、なんか最初使った時あんま好きじゃなかったんですけど、2回目使ったら案外良かったなと思います。ただね、秋冬はちょっと物足りないと思うので、また使うんだったら夏、もしくはプレ化粧水とかとして使いたいかなと思います。次はね、こちら、アベダの、なんだこれは、髪用の日焼け止めかな?です。香りがすごい、アベダっぽい香りと、あとなんかね、つけるとすごい髪が、指折りが悪くなる?ちょっと突っかかり感がある感じがするので、まあ、日焼け止め特有だと思うんですけれども、その点あんま好きじゃないかなと思います。で、香りがね、ちょっと残るので、私使ってる香水とだいぶ喧嘩する。自然な香りと香水ってね、あまり合わないと思うので、これはわざわざもう一回買わなくていいかなと思います。次はね、アンネマリーボーリンドのローズデューの、お化粧水、すごいとろみのあるお化粧水でした。ただなんかそこまですごく劇的に良かったってわけではないんですけど、でもやっぱこれ使ってる時、基本的にそうなんですけど、アンネマリー使ってる時ってお肌はすごい私安定してて、そう、その点ではすごい良かったかなと思いますが、まあわざわざ買い足すものでもないかなって感じです。次はこちら、シューエムラの、これもジェル状のクレンジングです。初です、シューからジェルのクレンジングが出ました。旅行とかにすごく使えるなと思って購入しました。で、保湿力が結構高めだったかなの、クレンジングらしくて、中にこうね、ビタミンのカプセルが入っていて、なじませるとそのカプセルがバーンと弾けて顔にこう栄養をもたらしてくれる
クレンジングをしながら保湿ができるものになります。ただ洗い上がりは保湿力メインってことがあって、やっぱりちょっと私にはちょっとオーバーだったかなって感じなので、保湿力がもうちょっとさっぱり系のものを買いたいと思います。でもね、すごくやっぱり旅行に便利でした。シューはね、結構クレンジング好きなので、これとは限らずもっといろいろ買いたいと思います。次がね、ラロッシュポゼのターマルウォーター、ミスト状の化粧水です。これはマリトルボックスか何かについてきて初めて使ったんですけど、すごく良かったのが、ミストが結構こう一点に集中せずにパーって広がってくれることと、何？ミストが荒くない、なんだ、なんて言えばいいんだそう、荒くないのだからすごく顔にこう自然にこうさーってつけられるミストでした。で、私はねこれを使ってから、お化粧水前、お化粧前なんですけど、クリームをしてもう一回メイクをしていて、とても良かったので、これはまた貼りたいと思います。次、バース&バディウォークスのフォーエバーレッドというボディクリームです。すんごく香りがいいの。ね、バニラっぽい結構甘い香りなんですけれども、バニラとなんか香水足してみて割った感じの香りで、これつけてる日は香水いらないぐらい肌にすごい香りが残ってくれます。これで匂う、直接匂った感じよりもちょっと時間を置いた方がもっとマイルドになっていい香りになります。これはね、台湾の旅行の時に持ってったら友達も超絶賛してて、貸して貸して貸してって毎回言われました。それぐらいとてもいい香りでした。次はスチームクリームを使い切りました。これはなんだろう、まあ全身に使うクリームなので、メイク机の上にポンと置いて、気になった時とかになんかいろんなところに使ってました。缶カラーは可愛いんですけど、別に中は可もなく不可もなくって感じかな。あんまり最高にはしないと思います。よし、次はこれ、オーブリーのリバイタライジングセラピーモイスチャライザーです。すごいねこれ、乳液なんですけど杏仁豆腐の香りがするの、本当に、なんですけどすごく保湿力もあって、なんだこれ、アンチエイジング用なのでやっぱりお肌がふっくらするかなって感じでした。残量がわからないのが私はあんまり好きじゃなかったんですけど、でも使い心地はすごいです。パッケージ改善してくれたら本当に本当に大好きです。はい、次はこちらユリアージュイセアークリストラクチャーリングケア、読めない保湿クリームです。これね、オイリー肌用の保湿クリームということだけあって、結構さっぱりめでした。クリーム自体は結構こっくりしてるんですけど、つけるとすごいあっさりあっさりさっぱりな感じで、私はやっぱり物足りなかったです。普通肌の人で物足りないので、多分乾燥肌の方だいぶ物足りないと思います。これも何かについてきて使ったんですけれども、どこで買うかもわからないし、あんまり好きではなかったので最高にはないと思います。次もね、オーブリーのこれエブリデイベーシックモイスチャライザーという、これね結構ねさっぱりめのモイスチャライザー乳液です。ノーマルとドライスキンタイプ用なんですけれども、本当にあっさりさっぱりしてるので、なんか今日あっさり好きだね、さっぱりしてるので、私は朝用に使っていました。朝用だったら夏に使っても全然上からメイクしても崩れとか気にならないので良かったと思います。次はこれ、マイリトルボックスのについてきたフェイスボディ用の化粧水です。これ単体だとあんまり私は保湿力がって感じだったので、何リアルテクニクスのもう今日全然言えない、スポンジを濡らす時に使っておりました。以上です。次もうちょっとあるから待っててね。ベアミネラルのメイキュアムーブというリップです。これね使い切ってないのなんですけど、すんごいもう石油臭しちゃってどうしても使えないので、あとね中でパキッと割れてるので、ちょっとこれはもうはいって思います。同じ時期に買ったベアミネラルのリップがあるんですけれども、それは全然石油臭はまだしないんですけど、これはしてるのでちょっとはいポイントしたいと思います。次、パーフェクトポーションのスキンエリクサーという
オイル状の美容液です。スキンエレクスは結構ね、いろんな雑誌で載ってるんですけれども、あの保湿力がすごく高い、オイルになります。で、あとダメージを受けた肌をこう修復してくれる力も確かあったのかな。あと、張り弾力を与えてくれる、本当にね、贅沢なオイルです。で、本当なん、1、2滴じゃない、2、3滴かなぐらいで結構お肌全体に伸びるので、とてもコスパもいいと思います。また気が向いたら買いたいと思います。次、ミニサイズなんですけど、ラロッシュポゼの日焼け止めジェルクリーム SPF50PA4+ あります。で、ね、SPF が高いんですけど、すごくつけ心地が軽くて、ジェルなので、ほんと夏場、上からメイク重ねても全然違和感なく使えました。で、すごくお肌にさーっと馴染んでくれるのも良かったなと思います。私よくね、グアムとかフィリピンとか旅行行くので、その時はね、買いたいかなと思います。そして、やっと最後になりました。最後はこちら、未来ちゃんからいただいたエプソムソルトです。エプソムソルトってこれ塩じゃないんだって。マグネシウムなんだって。なんかね、すごくお肌がツルンとなったような気がする。いつもより心なしか汗をかいたような気がする。贅沢にこれをね、一回分使ったので、なんかすごい気持ちいい感じでお風呂が入れました。未来ちゃんありがとうございます。これね、またちょっと自分でも買いたいかなと思います。以上が駆け足になりましたが、そして長くなりましたが、使い切りの動画になります。皆様の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の更新になりましょう。バイバーイ。